ロボになってすごいね。生まれてこなかった時計なんかしたことないのに腕時計、あ、本当だね、まだちょっと時間あったんだ、ね、僕も話長い方なんで、で選挙の演説の時とかにストップウォッチ持たされてるんですよね。持ってたね。でストップウォッチ持ってるんですけど、途中からストップウォッチ見なくなるんですよね。いい加減にしてくれって言われ、俺だってかえって難しいと思うもん途中でわけわかんなくなるね。ね、うん、出会いは衆議院の選挙だったんですよね。12月、去年の12月を思えば寒い時でしたよ、うん、その時に、まあ、僕まさか政治に関わると思わなかったんですけど、あまりにもマスコミ、その大手メディアのね、垂れ流すその選挙の報道というか、選挙に向かうまでの報道があまりにもこう誘導してるというか、自民、公明、民主、維新しか存在しないようなテレビ報道があったじゃないですか。だからどうやればこれを伝えられるかな、別の選択肢なんだよっていう、二項対立なんだよってことを伝えようと思って、もう選挙しかないなってことで出たんですよ。しかも締め切りギリギリ前日です。で出るところが決まったんです、石原のお坊ちゃま。その選挙の時に応援に来てくれたんですよね。そう、たくさんのミュージシャンに声をかけて、そして高円寺っていう場所で音楽フェスって形で、すごく新しい形の、日本ではすごく新しい形のね、選挙のスタイルとしてね、でその時に言ってくれた言葉が感動的だったんですよ。次の選挙出るって言ったもんね言っちゃったんだよねいやでも僕はね、太郎くんの姿を見て本当になんかこう、なんだろうね、もっと芸能人って、もっとって言っちゃあれだけどさ、芸能界にいた人っていうのは計算できる人が多いんですよ。やっぱりじゃないとテレビって出て喋れないじゃないですか、生放送中とか。僕とかもう多分失言の嵐で速攻を下ろされますからね。だからやっぱりその将棋が指せる人が多いと僕は思っていて、手が読めるというか、でそれは政治家には必須の才能だと思うんですけど、だからどういう考えがあって、どういうバックボーンがあって、この山本太郎という人は出てるのかということを自分の目で真横で確かめたかったというのもあるし、でもね、自分は肌で感じることを信じるんですけど、うん、何もなかったんです。なんか二心というか下心というか裏が、でもうこの時代ここまでどん詰まりに追い込まれたら立ち上がるしかないだろうっていうところで立ち上がった一人目だっていうことを僕は思ったんですよ。で絶対に一人にしたらダメだと思ったんで、一人目の次は二人目が現れるしかないんです。二人目の次は三人目が現れるしかないんですよ。三人目の次は四人目で、でそれは今日はここはステージがあって、そこになんかテープが引いてあって境があるんですけど、ライブも選挙も一緒、政治も一緒、ここに境を作っちゃダメなんですよね。お任せにしてもダメだし、頑張れって言って僕らが紙吹雪のように舞い上がるかって言ったら舞い上がりませんから、もうみんなでやんないと、僕たちもすごい孤独だったりするんで、もう山本太郎一人だったらまだ警護つけられますけど、ここにいる人全員が立ち上がったらもう警護も足りないですからね、お総合も足りないですからね。そういう変化をやっぱり今こそもたらしたいんですよね。僕がと言ったのはもうとっさにその思いで、まあ、今説明すると長いんですけど、とっさにこういう場で俺も次出ますって言っちゃったみたいなね、グッときますよね的は一つよりも二つの方が狙いづらいって言ってくれたんですよね。だからみんなで立ち上がる、先ほど言いましたけれども、例えば2015年統一地方選挙、この時に各町であったり村であったり、そういう単位から自分たちの思いを伝えてくれる人たちをどんどん出してほしいんですよ。国の動きはとにかく遅いんです。中に入って余計に分かりました。もうね、お金に関わることだったら速攻決めようとするんですよ。動きが早い早い、いいよいいよって、外側だけ決めようって、中身については後で話しますからってね、国家戦略特区であったりとか、そういうものどんどん来てるでしょ、今法案として上がってきてるんですけど、さっさと通そうとする。金の匂いには敏感、でも権利であったり命っていうものは必ずないがしろにされるんです。なかなか決まらない、外側だけ決まってもなかなか中身を詰めようとしない。もうこれ国に任せてたら僕たち命ないですよ。だとしたらどっから変えていきますか。自分たちの地元から変えていくしかないんですよね。だとしたら愛媛県から立ってくれる人、そのカテゴリーは何でもいいんですよ。国政でもいい、県政でもいい、市政でもいい、村政でもいい、次俺が立つぞっていう人がこの中にどれくらいいますか。
Put your hands up! いいんです、急に上げちゃえばいいんですよ、もう。そうですよ。今上げたから始まるんですよ、話は。いいんですよ、もうそんなの。検討するだけならタダですからね。あと、最近その地方議員に、出らや出らやって僕が言い回ってたら、仲間たちが立ち上がり始めてですね、例えば広島のお好み屋やってるお好み屋のやつがおろしハッシーって言うんですけど、市長選に出ると。広島市長選っていうか、広島市長なんて日本でね、最もデンジャラスな、長崎市長、広島市長っていうのはやっぱ平和を代表するだけに非常に狙われる立場ですし、でそのハッシー君は物申す男なんで、まあ非常に心配もしているんですけれど、彼はしかも広島市議会の定数分の候補、市議の候補を引き連れて自分が市長選に出ると。で60数名の若者にすでに声をかけて、11人がもう腹をくくったそうです。すごい。僕はね票割れを心配してます。34人も出したらすごいな。でもこれね、意識が広がっていけば議会をオキパイできるわけですよね。ね、正式な手続きで、うん、ほとんどが自分たちの思いと同じ人っていう人たちが。でもね、とにかくね、これが言えるのは1議席は辛いよって話なんです。1議席は辛いよ。でもまあやれることはあるんです。もちろんそれが分かってて立候補したから。1議席でできること、例えば、質問主意書であったりとか、その他にもこうやって皆さんと一緒に一つになっていくっていう行為、そしてあのような全く180度違う考え方の人ともつながっていこうという努力もできるわけですから、考えてみてくださいよ。あの方々も 99.99% のうちの一人たちなんですよ。同じなんです。思想信条は違うかったとしても、一点同じ場所があれば一緒に手を組めるところあると思うんですよ。圧倒的な人数を持ってひっくり返さなきゃ取り戻せないんですね。だからぜひ愛媛からもですね、この場所からも四国からも、そのような仲間がたくさん、そして議会に1議席ではなく2議席、3議席と送れるように、これから力を集めていってほしいんです。今からは本番ですよね。間違いないです。選挙に出て僕自身すごい大変だったし、選挙が終わってからも、選挙の後っていうのが始まるんだっていうことがよく分かったんですけど、でもインタビューとかで、三宅さん、選挙で失ったものはありますか、何を得ましたかって言われるんですけど、正直振り返ってみて、体力は削りましたけど仲間は増えたし、得たものしかないんですよね。だから本当に選挙は人生を豊かにするためにおすすめです。で、静岡の牧之原市でウィンドブローっていうサーファーが中心になって2000人ぐらい毎年集めるフェスをやってきた人が、田中さんという人がいるんですね。この人は先日一年発起して出たんですけど、700票を集めて見事最下位落選だったんですね。で、ものすごい高揚した声で投開票日に電話してきてですね、よえ、押した700票最下位だ堂々のつって、どう気持ちはって言ったら、すごい良かった、大変だったけど仲間が増えた、700人の結束ができた、それはこれから自分がもうこれは政治が始まっていて、議会に行かなくてももうこれは自分たちのチームという一つの政治力だっていうことを言っていてですね、だから本当に一人の候補者、仲間ですよ、友達が出た時の周りのですね、自分の友達や家族が甲子園に出たぐらいのあの盛り上がりで、100人ぐらいがうわーって選挙にこう関わるんですよ。そうすると今まで見えてこなかった政治のいろんなところが見えてくるし、地方議会が今どのぐらい停滞してるかも全部ひしひしと見えてくるんです。で、そういうことを地方統一選で、ね、ここ1年2年ですね、日本中で今まで政治に深く携わってなかった人たちが中へ入ろうとしたときに、一回その経験を積んだチームが今度3年後の参院選、国政に対してもすごい大きなチームワークとネットワーク活かせると思うんですね。だから本当にまず一回地方選を自分が立たなくてもいいんです。そのチームの一員として100人ぐらいの関わってみてほしいんですね。だから身の回りでお前いけるでしょっていう人は言ってみてください。一回言って分かんないことは1000回言ったら通じるんです。
もう完全に刷り込まれちゃって。刷り込まれちゃって。じゃあ。すっごい大事なことなんですよ。この次の、まあ、統一地方選の前にも選挙あるかもしれないですけれども、そこでつながるってことは、その次に生かされるんですよね。多分僕の最初にまた石原のお坊ちゃまに負けた最初の選挙も、その次の参議院選につながったと思うんですよ。で、このような仲間も得て、そしてその次の参議院選の時には一緒に戦った17万票ですよ、皆さん。自民党から出てたら楽勝ですよ、これ。ねえ。挨拶回りの方が大変そう。自民から出てたら確実やったのにね。2議席ぐらい取れてたん違うの、それで。本当にね。いや、でも本当に重要なんですよ、これ。だってもう、このままじゃ、国会内、もうできるやつですもん。もちろん抵抗してくれている心ある政党、政治家の方々はいらっしゃるけれど、圧倒的に少数、もうこれ絶滅危惧種なんですよ。これをひっくり返さないことには、もう左から右へ、右から左へ、好き放題ですよね、やり放題。僕たちのことなんて1ミリも考えてない。彼らが考えていることは、自分を当選させてくれた、自分たちに資金提供してくれた企業、そこへの恩返しだけですよ。その企業を守るために国内のルールを変えたりだとか、ね、人を切り捨てる、そんなことはもう当たり前のようにやられていくんですよね。もうすでにやられてるじゃないですか。もうたくさんですよね、これ。この3年以内にもう一度チャンスがある。そのための今下準備を僕たち始めなきゃいけないんですよね。絶対にひっくり返してやりましょうよ。絶対にひっくり返してやりましょうよ。僕たちが生き延びるためにはこれが必要なんですよ。分からしてやりましょう。市民の声を聞かない奴らはどういう目に遭うか。僕たちには力があるってことを奴らに分からせる必要があるんです。こんな風にね、奴らがとか戦いがとか言ったら陽平君に怒られるんですよ。ピピ選挙戦ではありません。選挙は祭りでございます。出馬ではございません。立候補でございます。陣営ではございません。チームでございます。いいですね。こういうふうに言われると相手方も構えないですもんね。ちょっと話聞いてみたろうかなっていう感じになるっていう。めっかめんどくさって思って、ね、いやでも本当にこの寒い中、お休みの中、こうやって人がこれだけ集まるっていうのはすごいことですよね。このままじゃまずいと思ってる人たちがこれだけいる。この人々の後ろにはどれぐらいの人たちがいるんだろうって。今ここにあるのが民意じゃないかってことですよね。絶対にやってやりましょうね。もう始まってますよ、皆さん。お時間の方いかがですか。バッチリですか。今ちょうど12時ですね。ああそうですか、はい、あのお店とか出てるんですよね。お店出てますね。あのお財布に余裕のある方ぜひお金を落としていっていてください。そう、ね、よろしくお願いします。デモに行くと美味しいものが食べれるっていうのもすごくいいと思うし、あの岩井島の上関原発の反対の阻止現場でちらっとあのボランティアの人が漏らしてたのが、田野浦の綺麗な浜であの反対集会やりましょうって言うと誰も来ないんだけど、田野浦の綺麗な浜で餅つきやりますって言うとみんな来るんですって。で餅つきしながら綺麗な海見るともう、あこれを守れなきゃいけんねっていうふうに自然になるんで、僕らのトンチの使い方ですよね。まだ話が伝わらない人にどう伝えるかで、スペインにですね、ことわざがあるんですよ。僕は復讐という言葉はあんま好きじゃないんですけれども、まあ一応この言葉を使いますけれども、人生において何かこう人に何ですか、こう復讐しなきゃいけなくなった時、恨みを持った時、責められた時、最大の復讐はあなたが誰よりも幸せそうにしていることだっていうことわざがあるんです。そこへ人々は引きつけられてくるはずなんです。根源にあるのが怒りだからこそ、それをどうトンチキ化してみんなが入ってこれる輪にするかっていうことを、それは食べ物だったり音楽だったり語りだったり、あなたの笑顔だったり、何にも特別なことじゃなくて日々の営みの中でいっぱいやってることなんですよね。だから、まあ、逆に言うと構えなくていいんじゃないかなっていう。俺たちは間違ってないし、まあ、もちろん誰も間違ってないんだけど、一つになれない障壁だけを一個一個取っていきたいんですね。食べ終わったラーメンに浮いてるあの油を思わず箸でつついてこう1時間ぐらいかけて大きな輪にしたことあるんですけど子供の頃ね、子供の頃時間ある時はもうね、あれをあれやったことあるでしょ。
油をつないでいくの、お箸の先で。あの感覚ですよ。もう分離壁はどんどん取っていって、なんでかって、2万年管理しなきゃいけない核廃棄物を